どうもカブトです。ただいまの時刻3時25分、気温の方は 22.2 度ですね。設営完了です。今日はですね、前回に引き続き第六夜市に来ております。今日は風は吹いてねえす。とても穏やかですね。気温はね、23度まではないと思うんですけれども、暖かいですね今のところは。今日はね、オープンタープ泊なんで、夜は気温が下がると思うんでね、薪をたくさん用意してきました。それでは第六夜市のオープンタープ泊に乾杯しましょう。第一、ああ、うまい。今日も幸せをかみしめる一杯だな。それがもう最高。あ、お疲れ様言うの忘れましたね。皆様お疲れ様です。乾杯。今日はね、こんな感じでやっております。いつも散らかってるんですけれども、寝床はですね、アルパインデザインのローコットに、アキレスの六つ折りマットレスとベアーズロックの組み合わせですね。豊臣のレインボーストーブにリフレクターですね。今回から湯たんぽが一軍入りです。今夜はこのスタイルでオープンタープでオーバーナイトします。2本目はね、ゴルスタです。今日はラッキーですね。このまま行けばマジックアワーですね。日が落ちるとやっぱり気温下がりますね。うわー、綺麗だね。空はまさに瑠璃色ですね。これも食べました。たまり漬けチーズ、これね、一度食べるとね、ハマりますね。マジックアワーを眺めながらたまり漬けチーズ、最高だね。ビールが進みそうだね。うん、日が落ちたら急に気温下がったな。今日はライトンの前に焚き火だな。次もゴルスタ。これたまり漬けチーズうまいね。うん。そろそろライトンだな。
ただいまの時刻5時10分。気温は 8.8 度ですね。日が落ちると一気に気温が下がりますね。油断できねえすからね。今日はね、これから寒いんでね、シチューを作ってきます。今日はね、調理槽でいきます。オリーブオイル、そしたらね、これね、カレーシチューの具、あとは焚き火に任せます。行ってこい。シチューを作ってる間にね、暖房器具の準備をしましょう。はい、出ました、鬼殺し。ワンセット持ってきましたからね。やっぱりね、ソロキャンプは雰囲気ですから。行ってこい。そうこうしてる間に支柱ができたみたいですね。よいしょ。牛乳ね、美味しい牛乳。コーンね。もう一丁、いってこい。そしたらね、鬼殺しのね、あてをね、ちょっと作ってきますね。これをね、ここでちょっとね、チリチリ炙りましょうね。こういう時間がね、ソロキャンプは楽しいんですよね。あちゃ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 。シチューもいい感じになってきたみたいなんでね、ちょっとタフマルでね、ことごといきましょう。焦がすといけないんでね。
そしたらね、これ見てくださいよ。見つけちゃったんですよ。那須和牛、ニンニク、肉味噌、これをね、とちおの上に乗せちゃおうと思ってんですよね。ニンニクすごいな、これやべ、ニンニクの数やばくねえすか、これシチューもね出来上がったみたいなんでね、後のお楽しみに保温にしときます。お帰りなさい。それでは那須和牛、ニンニク、肉味噌、いってみますね。すげえな、このニンニク、これいってみます。うん、これね、とちおの油揚げと合うわ。うん、それではね、鬼殺しいきますね。ちょうどいい厚感だな。あー、しみる、しみるな。あー、何度となく八重地を追いやられ、たどり着いたこの第六八重地で、今夜も鬼殺しを、ちびりちびり冬を感じたくて、オープンタープでオーバーナイト、寒いけど最高なんだよな。わかるかな。あー、しみる、しみるな。それが最高。シチューも行ってみましょうね。いいでしょう、ほら、チョリソーね、ほら、具沢山シチューね、いってみます。お、あー、あったまる。いや、シチューは温まりますね。カレーはライスとセットじゃないですか。シチューはこれだけでいけますね。冬のキャンプはね、シチューと熱燗は暖房器具ですね。間違いねえっす。認定。これね、肉味噌と言いつつ、ほぼほぼニンニクだね。やべえな、これ。ほら、ほぼほぼニンニクでしょ。酒が進むわ。今日は熱燗が最高にうまいね。来い。ただいまの時刻、ちょうど8時ですね。気温の方は 5.2 度です。
さすがに寒いんでね、フリース着ました。オープンタープ、寒。焚き火ガンガン行きましょうね。焚き火のね、火力が落ちるとね、寒いんですよ。豊臣もね、後ろで頑張ってくれてんですけどね、なんせね、オープンなんでね、外にいるのとね、一緒ですからね。あ、ランタンがやべやべ。よし。よし、復活。ちびりちびり。焚き火を楽しみましょうか。ただいまの時刻8時24分。気温の方が 7.3 度ですね。ちょっと小腹減ったんでね、締めに行きたいと思います。今日の締めはね、パスタですね。今日のパスタはね、さっき作ったね、シチューを使ってカルボナーラを作ります。どんな味になるのか楽しみですね。そしたらパスタをおろして、バターね。そしたらね、さっきのシチューね、粗挽きガーリック、胡椒ね、最後にね、安丸のね、緑、贅沢ローストだし。完成しました。今日の上がりの、シチューで作る濃厚カルボナーラ。寒い寒い。第6八重地スペシャルですね。いただきます。うわ、うまそう。卵を混ぜてね。うわ、バターの香りが素敵だな。いってみますね。パスタを食べながら鬼殺しね。じゃがいもホクホク。ほら、チョリソーね。湯たんぽを温めておきましょう。今夜も楽しかったですね。第六夜市、もう少しね、焚き火を眺めながら鬼殺しちびりちびりやって、湯たんぽがね、温まりましたら休みたいと思います。
それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。5時57分あ、氷点下行きましたね。マイナス 0.8 度です。まだ暗いな。焚き火しましょう。寒っ。タープにね、霜が降りてね、パリパリですね。今日の第六夜市の天気は曇りですね。ただいまの時刻7時23分、気温の方は 8.5 度ですね。今日はね、チーズホットサンドいきます。チーズね。コンビーフでいきます。サラダは、ミックスサラダですね。ついてますよ。幸せの黄色い札。凍っちゃってるんでね、今から解凍します。スープはね、昨日のシチューの残りがあるんでね、豊臣に任せます。行ってこい。久々の登場です。ホットサンドクッカー。まずはパンだな。パンを置いて、ここにチーズで、コンビーフだな。これどうなってんだ、これ。あ、こうなってんだ。ほら、結構硬いですね。もう少し柔らかいかなと思ったら結構硬いです。よし。うん、これ結構量あるぞ。これ大丈夫か、これ。そしたらね、粗挽きガーリック、胡椒ね。うわー、これだけでうまそう。で、チーズをのせますと。よいしょ、よいしょ、いけるか。よし、行ってこい。焦がさないように丁寧にいきましょうね。完成しました。コンビーフのチーズホットサンドとクリームシチューのモーニングプレート、寒い寒い第六夜市スペシャルですね。いただきます。見てくださいよ、これ。コンビーフの中にね、チーズがとろけてますね。行ってみますね。お、大成功だな、これ。もうちょっとね、食べづらいかなと思ったら食べやすいですね、これね。うん、あんまりこぼれないしね。普通ね、普通はこれ胡椒だな。こんな感じでね、あったまる。
シチューおかわり入ります。ごちそうさまでした。楽しい時間は過ぎていくのが早いもので、第六八重市とのお別れの時間が近づいてまいりました。焚き火が落ち着きましたら撤収の準備に入ります。ただいまの時刻8時52分、気温 6.4 度ですね。撤収完了です。今回またまたね、第六八重市に来ちゃったわけなんですけれども、でもこのロケーションはね、ほんと癖になりますね。この八重市はね、大切にしていきたいですね。今ね、新しい八重市を探してるんですよ。次回はね、新しい場所で八重できると思います。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブト TV でした。冬のオープンタープは寒いからやめた方がいいぞ。今回なぜオープンタープにしたんだろう。多分まだ秋だと勘違いしたんだな。間違いないです。